お疲れです。お疲れです。今日ははい膝置き場で二人で動画撮っとるけど、まあ、何やってるんですかさっきから。皆さん、はい、まあちょっと自己紹介してみ、ちょっと初めて見る人もちょっとね、話の内容的に初めて見る人がちょっと多いのかなと思うんですけど、はい、まあ実際に、まあ、うち塗り替え道場って11店舗塗装屋、民間の塗装屋です。はい、だから一般の人から外壁塗装の依頼を受けてるんですけど、はい、それがまあ株式会社のナイロで塗り替え道場っていう屋号なんです。はい、まあ、多分愛知県で B2C やってるってことはもう多分一番かな、ダントツで一番ですね。うん、で、まあ、そういう中でその、まあ、今南施工サービスってもう一個会社があるんですよ。はい、でそこに南施工っていうのには足場塗装シーリングだよね、まあ、それの、はい、まあ、施工部門があるんですけど、はい、でそのうちのまあ足場の責任者、はい、まあ、俺は両方とも社長 100% 株主。僕は足場の社長です。勝手に聞いてるんだってお前。ただ俺の使いっぱしだわお前。動画で一人寂しいと呼びだけの人材だわ。右の小指ぐらいですね。右の小指。まあ今だからそういう、はい、まあ、今会社の状況で、はい、まあ、今コロナウイルスの影響でねちょっとまあ暇だし、まあ、あんまりね、はい、非接触じゃないけど、なんだった、あの濃厚接触したらなんていう風で、あんまり現場にも動画、まあ、ちょこちょこは撮りに行くんだけど、もちろん企画でね、はい、あんまりなーなーでは撮らんとこかなと思ってるんで、まあ、こういう資材置き場でちょっと面白い話できやなと思ってちょっと今日撮ってます。はい、で実際にその、まあ、今日話そうかなと思ったのは、民間のじゃあ塗装ってまあ儲かるのって言ったら失礼だけど、どれぐらいの単価で、はい、まあ、これちょっとお客さんも気になると思うんだわ。はいね、どれぐらい単価で実際どれぐらい残ってるの。ああ実際のところです、ね、お客さんがね、はいはい、うん、で、まあ、実際にじゃあ、まあ、単価はこれぐらいで、いや原価がじゃあ原価って職人さんの手間だとか材料費だとか、はい、まあ、足場の費用だとかも含めての原価だよね、はい、単価と原価で実際にじゃあどうやって見積もり依頼をもらっとる、まあ、その3つぐらい話そうかな。あのね、一つ言えることは、はい、まあ、今塗装の職人やってるんだったら、はい、あのまあ、最後の方にまあ分かってくると思うんだけど、まあ、独立してやってどっかの下請けに入ってるだったら、はい、そんななんかね、まあ、2、3人とか5人ぐらいでやってるところが民間の塗装をお客様とから直接もらうみたいなことをそんな焦ってやる必要ないんかなって一つは、はい、俺はもう振り返って、はい、うん、まあそのね、今11店舗あってそれなりの売り上げになってるけど、はい、月で行ったらもう本当60と70とぐらいじゃない。結構ありますね。うん、まあ、ちょっと今コロナでもうガタ落ちしとるけど、はい、ガタ落ちしますね。ガタ落ちしてどれくらいですか。まあ、暇だわ。いやそれなりにまあ 今やれることをじゃあ活動していきましょうっていうふうで、まあ、もちろんやってるんですけど、はい、まあ、まず客出し、まあ、一般の人も今じゃあ外壁塗装ってどれくらいなのかなって、愛知県の相場で言うと戸建てって大体、はい、平米で言うと戸建て、まあ、土地坪が30から50坪ないでしょ多分。大きいな、土地坪で50坪でかいですよね。まあまあ大きい方だよな、はい、で、まあ、30坪33坪とかって結構あると思うんですけど、はい、ぐらいの戸建て、まあ、普通の一般住宅だよねいわゆる、はい、で60万か70万ぐらいじゃないかな客出しで。チラシでは55万円ぐらいで歌ってるけど、はい、ぶっちゃけね、はい、だけどまあまあなんだかんだやっぱ現場入るとやらなかんことあるもんで、はい、まあ、基本パックにはちょっと入ってない分、はい、ベランダの防水だとか、はい、まあ、シーリングも補修は入ってるけど、メーター数そんなにね全部打ち替えっていうのは入ってない。ああそういうことですね。そうそうそう、はい、最悪あれ打ち替えでもいいんだよ。あれ打ち替え業者なんかインチキ業者だって言うし、まあ、うちもやった方がいいですよとは勧めるけど、うん、まあ、やった方がいいんだよ絶対。まあ絶対的にですよ、うん、だけど、はい、まあ、その予算の絡みもあって、うん、やれんっていう風だったら、まあ、ひどいとこだけやるっていうのもまあ一つ手だよね。窓周りは、窓周り、まあ、ALC は絶対やらなあかんけど、はい、サイディングの家はまあそんな行ってもやらんでもいいかなっていう。もともと入ってますしね。綺麗なとこあるだろ、はい、結構綺麗なとこあります、うん、だまあ、あれもまあぶっちゃけやらんでもいいのかなっていう物件も何個かある、まあ、10年ぐらい持たんかなっていう物件はまあ全然あるかな。ちょうど隣接してるところなんて当たらないですもんね日が。そう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 、うん、ただまあ保証できるかって言ったらできんくなっちゃうけどね。まあそうですね。そうそう、はい、だってそこら辺の絡みがあるもんで、ね、ちょっと難しいとは思うんですけど、だってまあぶっちゃけ家で大体シーリングをバキッとやって屋根なしだったら60、70ぐらいかな、はい、足場まで全部込みでね材料、はい、まあシリコンだったらね、はい、シリコンってまあいわゆるまあ、まあ塗装屋さんだったらまあ知っとると思うけど、まあ、ウレタン、シリコン、フッ素ってあるよね。で、はい、抜きとかもあるけど、まあ、全然向きなんか名前だけみたいな、まあ、名前だけじゃないけどうちもまあねそれなりに言ってるけど、まあ、フッ素と、
フッ素と同等かちょっと高いぐらいな、まあいろいろあるな、向きでも安いやつもあるか、安いやつもあるっすね。ただ向きはなんか一応なんか、まあ、同等、まあ、ちょっと上ぐらいちょっと上でみんな言ってますね。フッ素よりちょっと上か、はい、まあ、あんまり俺向きとかあんまり好きじゃないから俺はね、うちの営業まで好きなやつもおるけど、向き不向きがあるっすからね、向き不向きがある、そうそうそう俺あんまり好きじゃないでまあシリコンって言ったらいわゆるね、あのシリコンでまあ本当にね、ネットで検索してもらったら分かるんですけど、まあ、これ言っていいからね、はい、ぶっちゃけ言うと、はい、まあ、ウレタン、はい、一流メーカーでウレタンで1万円ぐらいかな、1本、1液とか2液があるでしょ、でちょっといいウレタンになると1万円ぐらいじゃないの、でシリコンで、あ、そんなにいかんか、そんなにいかんすよ、7、8000ぐらいか、シリコンで1万2000とかなんで、あ、シリコン1万2000ぐらいか、1万1000、2000ぐらいで、1万円切るシリコンもあるでね、気をつけなきゃあんのは、はい、で、あの職人さんこれ見てんだったらどれぐらい材料かかるんかな会社でって言ったら、まあ本当そんなもんよ、1本1万円ぐらいのもんよ、はい、ただ下塗り材もあるでしょ、ありますね、で余ってくる分があるけど、まあ、大体戸建てで3本から多くて5本でしょう、吸い込みとかああいうの見ても5本ですね、よくて5本でしょう、戸建て30坪から40坪ぐらいやったら、はい、まあ3本2本はまあないな、2本無理ですね、ちょっと偉いな、はい、その一発でいけばいいけど、はい、うん、まあ、ちゃんときちっと2回入れて下塗りも入れようと思えば、まあ、3本から4本ぐらいいるんじゃないかな、はい、まあ、5本はよっぽどちょっと大きいかなと思う、そうですね、外壁の種類にもよるんで、またこれちょっと一般の人が案外、そうそうそう、まあ、絶対こうやって言っとったじゃんって言われると、はい、まあ、外壁の種類とか、まあ、うちの営業の邪魔しにくれって社長怒られそうだけどまあだけどうちは嘘つかないスタイルだから、はい、その代わりまあそんなね、めちゃくちゃバカ安も売らんし、まあ、この間も動画で撮ったけど、そんな1万8000円でやらんよって、まあ、俺どんだけこいつ育てんのに金かかっとると思っとんだって、まあ、女優ではまずやらないですよね、絶対やらん、だってそうなの、1万8000円だったらそれの塗装やろ、もうスタみたいな塗装やろ頼んだ方がいいわ、そうっすね、うち保証も全部つけるんだもんさ、はい、まあそんな感じですよ、屋根あると、屋根がいくらぐらい、屋根がまあでも20、大きさによるんですけど、まあ20、30あるっすよね、そんなにある、20万、あ、まあ、フッ素だよな、20万、30万、屋根は普通でフッ素にした方がいいですもんね、うん、塗り替え道場、これライバル企業にもやれるとまあ鬱陶しいけど、はい、うちはフッ素を進めてるんですよ、はい、まあシリコンはやめた方がいいんじゃないって、まあ、やっぱり屋根って一番痛みがひどいから、はい、まあ、フッ素を使った方がいいですよって言って、はい、プランでフッ素の込みの値段でこれぐらいですよっていうのがまあ売り、ね、だからフッ素って材料すっごい高いから、はい、ちなみに3万から5万ぐらいするんじゃない、しますね、まあ、材料の種類にもよるけど、はい、まあそんな感じですよ、材料で、はい、まあ、下塗りまで入れて材料全部戸建てシリコンだったら10万円ぐらい、屋根まで入れると、シリコンシリコンだったら 10万円超えるか、シリコンシリコンだったらそこまでいかないです多分、2体分の塗料もいくでしょ、だって、あ、で2体分塗料があるっすね、まあそのね、塗装屋さんだったら分かると思うけど、はい、まあ1本で全部使うわけじゃないもんで、何件かの物件では使えるけど、はい、まあ1、2万ぐらいは見なあかんだろ、2体分塗料で、そうですね、1、2万ぐらい、まあその全部同じ色とかあったら、うん、まあやっぱり、ね、その分、うん、1、2万ぐらいでいけると思うんですけど、探り探り喋るでやめてくれどこで言っていいのあれどこでカットするでいいよ、マジは分かったら探り探り喋るで目でなんか言っていいんですか僕みたいな顔あれみたいないや言っていいよ、全部言っていいよ、ここカットしてって言うよ、もし、まあその聞かれたらまずいことだったらね、はい、まあ、だけど隠すことじゃないもんね、ネット稼ぎは一般の人でも塗料なんかも出るんだわ、はい、うん、で、まあじゃあ塗装出間、まあうち今ね、そのまあ100% 自社職人って言って、塗装の職人はほぼほぼ今自社職人なんですよ、はい、で自社職人って言って、じゃあ全員社会保険入ってる従業員1日いくらの人なのって言ったら、そうでもないんですよ、それ何言ったら、もう専属の職人で一軒こんだけでやってねっていうのは、まあ確かにあの何人かおる、はい、ただじゃあそれやったら、じゃあ一般のお客さんによく俺見積もりやるときに言われるんですけど、高なるでしょうって言うんですけど、はい、いや一つ言うけど、あのうちの塗装班ね、自社職人、はいはい、本当日給月給でやってるやつの方が、はい、金額が高い暴露話で、まあ、社会保険も入って何やって、はい、まあ、高速ガス使って、はい、それはだって一人親方のバリバリの人たちってもうだってもうすげえもんな、まあ、そうですね、早いもんやっぱ、ね、綺麗だしな、やっぱり、うん、それは勝てんわ、まだ見習い校じゃで、ま、見習い校だったら、まあうちはね、もうその代わり人間関係で綺麗さだけはきちっとやりなさいよっていう風でやっとるもんで、はい、その代わりあの目標値は出しとるよ、はい、この現場は何人でやりなさいっていうのは、じゃあ、まあ例えば一人親方のバリバリの人がまあ10人ぐらいで収まるなこれっていう金額で渡しとる金額と、まあ自社の社員だったら15人、はい、20人かかるだろうなって、自社のまあ職人の中にもバラバラだけどね、めちゃくちゃできる子もおりゃ、まだまだ2年目3年目、じゃあその子たちは養生から
養生ばっかりやっとるまだね、見習いだってね、1年目のね。それとかまあバリバリの子たちはもう波形とかそういう難しいとこばっかりやっとるとか、はい、そのもちろんそのコスト管理のためにそういうことやってるけど、じゃあ一般の人がやって見てくれてるんだったら思うのは、だったら高くなるんじゃねえのって思うんですけど、それだから安くなってる。そうですね、うん、でうちはもう本当にあの、ね、いわゆる教育業者じゃないけどずっと自社職人って言ってやっとる、その一軒いくらでやってる子たちももうずっと何年ももう10年とかおるやつ全然普通におるから、いますもんね、社員より全然古いやつばっかだから、はい、でもうそんなね、あそこの仕事ここの仕事ってやるんだったら例えば1件50万とかもらわなあかんけど、まあうちはもう専属でやっとるからずっともう工程もピシーッと突っ込んであげてるから、はい、でちょっと遅れるって言ったらじゃあ遅らしてあげるとかやってるから、まあ値段はまあちょっと安いか、安いっていうかギリギリだよね、まあ、ギリギリっすね。ただまあその仕事があるないっていうのもあるし、ね、そう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 、一番がまあね、たまに来るよね、で大きいところがうちの下請け入らせてくださいって言って来るけどね、はい、10人20人だから単価聞いたらびっくりする、腰抜かそう、はい、よだれ垂らしながらって言って、まあだけどそれをじゃああんたのところ高いがどのこうの安いどのこうのってお前ばっかもぎ取るから、じゃそんなことねえもん、はい、別にお客さんと俺もね、他の塗装屋さんと営業は営業で戦わなあかん、経営者は経営者で戦わなあかん、現場は現場で戦わなあかん、みんなが戦っとんだもんね、はい、それでチームワークでね、まあ今うちはナンバーワンっていう座におるけど、はい、じゃあ実際にじゃあ足場とかも一応南瀬港が受けるんですよ。そうですね、受けますね、その中で利益を出せよって言って、そうですね、足場資材も買わなあかんし、トラックも作らなあかんし、はい、うちは足場はだって外注さんに振るよりは安くやらしとるよこちらに。みんな社長なようなもんすわお前らが社長じゃねえや、お前客が言ってるだけだ僕社長ですわ社長社長そこカットだぞ、ぜいい話しとんのお前うぜえわあざっす。まあでも本当そう、まあ、こういう責任者がきちっと単価拾って、はい、で営業とも調整しながらやってるけど、まあまあ、いつも俺はまあその会議ね、全体ミーティングみたいなところそういうのを言うのは、それはもちろんじゃあお前ら自分たちで仕事取ってこいって、だからそこがよりは安いのは当たり前やぞって、はい、うん、そので塗り替え道場、言ってみわかるかな、塗り替え道場から株式会社のナイロン塗り替え道場っていう会社から南施工サービスに一応仕事は振っとるんですよ、はい、でそこの足場の責任者だから、はい、こいつが単価決め、もう単価もう一律だけどな、何平米いくら、ね、はい、公平米いくらっていうのは、はい、まあ、一律ですけど、はい、まあ、大体決まっとんだよね。決まってます。でその中で現場がちょっとややこいとかああいうので、でまあちょっとまあ現状行った時にちょっと上げてくれ、まあ、ちょっと上げてくれとかがしてくれとか、まああるし、はい、であとはうちはもうそのカーポートのバラシ、あとフェンス脱着とか、フェンス脱着、なんか他の足場屋さんが見るといや嘘でしょっていうぐらい多分単価でやってますよ、うんうん、だから普通は大工さん頼めばっていう、はい、でうちなんか数百円なんでね、数百円行って1000円2000円とかですかねそう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 、めちゃくちゃ安くやってる。だってそれがやっとるから俺はもう本当に一般の人にこれぐらいの価格出せるんですよ。でなんかよくコメントでこんな安くやって業界の値段叩いとるとはいいけど、はい、やっちゃうんだわ、もうやらんと生き残れんし、あの、まあ、俺が業界の金額作っとると思わんけど、はい、もっと安くて質の悪いもの出しとる業者はいっぱいおる、はい、だからね言うけど、まあそのアンチコメント言わんでね、まあその経営者やって、まあ、従業員100人使ったらまあ言ってこないけど、俺聞いてあるけど話あのいくらいいもんを作っとるって自分たちでどんだけ言っても、なんか粗悪品を50万円でもし売っとって、俺らがやっぱ70万円でいいものを売っとって売れないんだわ。で今パナソニックとかソニーで物買うよりもなんかアマゾンでもう無名のバッテリーとか買うでしょ、うん、無名のなんかね、充電器とか買うでしょ、パナソニックとかソニーのやつ買う、買わんでしょ。だって確かにいいもの作っとると思うんだよ。だけどやっぱ粗悪品って何かあったらやっぱ壊れるとか壊れやすいとかいろいろあると思うんだわ、たまたま壊れんかったとかいろいろあると思うんだけど、はい、だからそこをいやじゃあどこまでいいものを安く提供できるかっていうのはやっぱ経営者は命がけでやってかなあかんわけよ、うん、それをなんか業界、お前らが業界の値段下げとるんだとか、お前こいつバカじゃないのかなって、俺もっと下げたのかなと思ってるもんね。だからもう毎日キチガイみたいにやってるわけじゃん。これ YouTube でもそうでしょ、広告宣伝費が会社で 5% から 10% ぐらいかかってくるんだよ、うん、でそれがゼロになって、俺客出し 10% 下げれるもん。もっと安くできますね、もっと安くできる、うん、だから そういうことなんですよ。だからその職人も努力しなあかん、広告も努力しなあかん、まあ、もちろん事務員たちとかね、いろんな人たちもね、また関係先だよね、協力してくれる材料屋さん、はい、材料屋さんなんか毎日電話するよ、下がらんのって言って。だけどそんなお前圧力かけたら向こうが下げなあかんだって言って、そんなことないもん。だって俺がどんだけお客さんに、はい、まあ、圧かけられても、もうそれ以上は下げんって言うとかやっぱ下げんもん、うん、
ただ普段だったら下げるのに今日仕事ないもんでちょっと今日から濡らしめるんだったらこんだけでやりますわとかはある、はい、それはそういうもん、それではお互い助かるんだから、はい、ビジネスなんだからその需要と供給の世界があるもんでしょ。いやみんないくらじゃ会社がさ給料5000円で働いてくれるって言ったら働かんでしょ、はい、だからそういうもんだと思うんですよね。まあ何の話しようだ俺よくわかんない、はい、よくわかんない殺すぞあのポカポカされとったあったかいもんね。あったかい喋っとったら片方が酔っ払っていいだもんなで単価がまあぶっちゃけじゃあまあそんなもんだな。まあフッ素、まあ、原価、まあ原価の話しようか。じゃあ次原価っすね。確かに塗装で待って一般住宅これ言っていいかなまあ最低で言うと戸建てで25ぐらい最低で言って25じゃないですか。25だな一般の戸建てで、はい、手間手間だけだよ材料一切なしだよ。はいその25ってのは成績だけのあの話の25だよね。はいいや本当ね、まあ、そんな値段でやれるかお前らとかって言うけど、まあ、やらんでいい本当に。はいうちはうちの単価でやってやってくれる子もおって、はいまあ、それで安いでってやめていく子もおるけど、はい、そうそう自分で仕事取れる力があれば、まあ、よそで取った方がいいよってでよそであるなら行きなって、はい、ただまあうちでやるんだったらもう常駐で追ってくれなきゃいいよっていうのが、はいまあ、基本スタンスだね。そうですねでどうしても、まあ、よっぽど腕がいいとかいろんな人でまあちょっと今回だけ頼むわこの段階だったらその需要と供給のバランスはまあ何社かはあるな。はいよその仕事やりながらやってくれる人も何人かおるな。いますね、うんはい、名前想像してニコーッとしたんだってお前じゃあニコーッとしてるまあそういういい関係はいっぱいある、はい、ただまあそのまあ常駐でまあその仕事取る力がないっていうのは失礼な言葉じゃないんだよ。でその子たちがじゃあ友達とか知り合いとか親戚から頼まれたらやりゃいいだろうしまあそれはあれよ行ってこいってなるし、はいだけどその子たちがいろんなところに営業行ってこう今日はあそこ単価いいもんであっち行っていいですかでない時だけはずっとうちで仕事ください、まあ、それはちゃうやんそうですね、うん、って なっちゃうで、まあ、うちはお客さんにやっぱ売りが常駐でやっとるから、はいうん、だから俺もだってこれ今コロナでウイルスでひどいけどやっぱもうね単価下げてでもやっぱみんなの仕事が回るようにしなあかんなってやっぱ、はい、お互いに努力していくわけじゃん、はいまあ、そこはまあ需要と供給のバランスでしょ。うんまあ、だから塗装は25、まあ、屋根なしでねだ最低ですよね、うん、最低金額が25ですもん、うんまあ、もっと安いところもあるしね、はいまあ、めちゃくちゃ値段でやっとるところもね、はいうん、有名なところいっぱいあるよ、まあ、名前出しちゃおうかめちゃくちゃだぞ、まあ、もっと高いところもある安いところもそれは当たり前のことだからさ、まあ、だけど一般のお客さんも見て俺は自信がある値段でやらしとるんじゃねえかなと思うので一般の人が見てくれてもいいと思うんだわ、はい、で屋根があったり、まあ、シーリング、まあ、シーリングは別だよもちろんでやりにくい現場はどんどん追加で重なっていくわけでしょ、はい、で屋根の塗装で間とかも出てくるわけじゃないですか。で、まあ、材料はちょっと言ったらさっき、まあ、シリコンでだいたい10万見ときゃ間違いないかなっていうところかな。まあ材料っすね、うん、下塗り材、はい、何入れて、まあ、屋根なかったらでも結構いくだろう。7、8万は見とかなあかんだろう、うん、材料っすか。保証雑費もあるし材料多分もうちょっといきますね。下塗り材が屋根なしだよ。屋根なしですよね。まあ10万は見とりゃ余裕です、ね、まあ10万見ときゃ大丈夫ですね。まあ大きいけどねこれ8万9万で 1% 変わってくるのでで、じゃあお客さんに出してこのまあねこれ最後になるけど、はい、これちょっと気になると思うんだけどこれお客さんも絶対見とるな。はいまずいけど、まあ、見ますね。ちょっとで自分でちょっと動画見てこれまずいなと思ったら P 入れさせてもらいますけど、はい、粗利率何パーセントだはいはい、現場限界に対してお客様出しね、はい、出しねね出しです。粗利率例えばじゃあ、まあ、100万円で計算しようか。はいで粗利が 50% だったら半分の納めましょう。 50% 限界でしょ、はい、材料も全部込みで、はい、でこれっていうのは、まあ、うちの原価の出し方は営業マン広告宣伝費、まあ、事務の管理費とか一切ない本当の現場だけの原価。はいうん、だって営業マンの経費とかも広告宣伝費とかももう全部まあ、会社運営がかかってくるでしょ、うん、販売管理費って言って、まあ、社長の給料だよねで事務の給料だよね営業の給料だよね、はい、広告宣伝費だよねこれがまあ会社の、まあ、そこの中にウエイトを納めとるんですけど、はい、だからこのパーセンテージ7巻っていうのがあるんですけど、はい、じゃあ言うわ、まあ、会社としては目標 40%、はい行っちゃったみたいないやだけどもうはるか数年前にこの 40% なんかとっくに切っとるし
ちなみに40%外壁塗装、一番うちの自信作だけ、外壁塗装と屋根塗装だけは 40%、 それだけ。そのじゃあ足場も自分のところでやっとる、何やっとるって。だって 40% でも実質予想絶対 40% あらり残らんと思う。同じ客出しでやっとって、はい、一般の人にこの値段出しとって、はい、だって俺も愛知県で塗装屋さんうち見てるんだったら知ってるでしょ、まあそこ安い安いって有名でしょ。有名で、安く出しすぎだ、はい、あそこバーガーとか言ってめちゃくちゃ言われてたけど、はい、もう今なんかうちより、まあ、そうやって文句言ってたところがもううちと同じような値段で、まあ、やらざるをえんのもあるけど、でもうち俺本当に会社成長してたところとはやっぱちゃんと利益も残してるし、はい、まあ、もちろん借金もあるんだろうけど、そういう中でじゃあ 40% だけど今実際どれぐらいなのって言ったら 30% 超えるの必死じゃないかな。あーそうで、ね、で防水とかもリフォームなんかもうガタガタよ、はい、もう全然もっと低いんちゃう、うん、ってそんなんじゃ会社運営していけないじゃんって言うけど、はい、いや本当そうなんですよ。だって本当に平均で言うとぶっちゃけね、粗利3割切ってんちゃうかな俺はっきりちょっと決算まだ見てないけど、うん、まあ この間はね消費税の書き込み需要が結構あったもんでよかったけど、だって下手したら 30%、まあ、今年はもう完全に切っていくよ。販管費、あ、販管費がもう上がっちゃうよね。もう客出しが減って、客の数が減っていっとるもんで、はい、工事数が減っていっとるもんで、客出し単価下げとるし、大変よ。だから本当にもう YouTube にかけとるのもあるし、はい、広告宣伝費をどれだけ下げれるかっていうのもやっぱね、目標にしとるし、まあまあ求人費も下がったよね、うちは。もう求人費、もう年間だけどもね、すごかったけど、やっぱ多かったし。YouTube がもうすごいですね。うん、だからそういう世界ですよ。まあこれちょっとどういいですかこんな話でまあなんかめちゃくちゃ暴露話だったんですけど、ね、いや俺これ本当に絶対すごい話だと思うけどないやなかなか単価言えんと思うけどな俺もしかしたらこれカットしてるもん、うん、最後の率もやばかったですからね。率はやばいよね、はい、もう営業多分釣り言わんでくれとも言ってますから、ね、まあもしかしたらもうこれ1週間ぐらいで非公開になるかも社員から止められるグーグルからは止められないけど社員から止められない、社長マジ勘弁してくださいまあだけど本当にもっと出てるよ。予想は下手したらもっと出してるし、結構強気で値段出してるとこもあるしね、はい、訪問販売なんかすごいでしょ。あらりに 90% とか 80% 70% でやってるとこいくらでもあるでしょ。それぐらい最低5割って言ってるでしょ。5割以上出たものが営業マンの取り分とか言ってる会社がほとんどじゃない、まあ、そうすると運営していけないもんな。売り上げが少なくて、はい、で営業マン抱えて、営業マンの固定経費は一応、まあね、何ヶ月間でクビにするとはいえ固定経費と採用費すごいじゃん、広告宣伝費もすごいじゃん、はい、そうすると本当塗装なんかあの10年に1回しかやらないビジネスは粗利設定高くないとやれないんですよ。だいたいリフォームとかでも、はい、リフォームでもだいたいビジネスモデルっていうのは、まあ、3割以上は粗利出さないとビジネスができませんよっていうのが本当リフォームビジネスだと思うんですよね、はい、その中でも塗装っていうのは特にリピート商品じゃないから、はい、うん、で厳しいと思うんだわ。だから本当にまあ 40% っていうのがビジネスモデルだと本当思うんだよな、はい、お客さん見たら怒るよね100万円なんで6でも原価だよね。原価だってコンビニのジュースじゃ原価ないくらなの。あんなの多分10円とかそんなもんですよね。だから10%とかでしょ、はい、だから そんな世界よ。 90% とかで、だってスーパーとか行きゃ60円ぐらいでコーラ売ってるだろ。売ってますね。ってことは60、それでもだってあらり何パーもあるわけでしょ。30%、20%は絶対あるわけじゃん、はい、あんだけの店舗の、ね、運営管理していかなかったもんで、はい、そんな 10% ぐらいしか抜いとなかったら商売やっていけんでしょ。で、そうお勤め品みたいなだけはちょっと安くて 10% とかでしょ、はい、だからそれ商売ね、それでじゃあ商売がお前ら本当儲けとんなとか、そんなにやっぱり会社って取るなって言ったらちゃうもん。その3割とか4割もらわんと俺何百人使って何十人も1割の社員しかもちろん残らない。だからいい人しか残ってないから、今うちが現場行って当たり前に品質が上げれることは当たり前じゃない、はい、でじゃあ自分で塗るか、うん、自分でじゃあ足場だけ頼んで、自分で塗るわって言ったらそりゃ1ヶ月はかかるで。かかるっすね。それでくしゃくしゃやでそれは当たり前のことだよね。手直ししてくれ、手直しなんか、ね、そうそう。だけど本当に、ちなみにこれお客さんでもし見てたら足場だけ組んでくれないですか、15万円でいいですよって、俺全然やりますよ、はい、戸建てね、はい、足場だけ組んで自分たちで塗りたいんでって、はい、足場だけ組んでもらっていいですかで、まあ足場のじゃあ3ヶ月貸してくださいって言うとちょこっとお金ね、1、2万、3万、4万ぐらい欲しいかな、はい、で全然やります。そういう人おる、ちなみに、うん、いますね、やってもいいよな、はい、本当に全然いいっす、うん、でその辺は
まあ、もちろんじゃあ俺らがね足早さんから下請けでもらっとる金額よりはちょこっともらうと思うけど、はい、その見積もりもしなあかんだろうし、はい、一元さんでお金もらえないリスク橋場ねとかいろんなリスクもあるね、はい、やっぱり一元さんから手間食うからね、はい、俺ら下請けでやっとるのはもうどん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 仕事がもうどんどん落ちてくる状態、電話一本で見積もりとファックスが来て現場行きゃいい状態、現状行かんでいい状態だからこの値段でやっとるっていう、そうですね、そのがあるから、はい、うん、まあ本当にそんなもんですよ。でもまあ商売だもんでさ、まあ、それは当たり前だよね。はい、これ暴露すぎとるでちょっと見積もり以来ちょうだいよ お客様ちょうだいよって暴露しまくっとるっす、うん、でまあ僕みたいなことバカじゃないんでうちの社員はみんな営業マンもうすっごい司会者がいっぱいおるんで、はい、あの、はい、また見積もり以来もくれたら嬉しいなと思います。お願いします、うん、で今なら本当にお得なんで、はい、コロナでねやっぱ怖いからちゃんとマスクして行ってますんでね、はい、もうそれ徹底してるし今営業マンも事務所で1人ずつしか入れん、倉庫にも1人しか入れんとかいろんなこと やりながら、まあ、ちょっとやったりやらんかったりでちょっと調整しながら、まあ、でも とにかく多分俺愛知県どころか全国一塗装屋でコロナ対策しとる会社じゃないかなと思うけどまあやってますんで、あのぜひ見積もり台もよろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、チャンネル登録してね。そういや、あ、俺言うの忘れたな、さっきの動画も言ってないっす。チャンネル登録してくださいよ。チャンネル登録でしょ、お願いします。また見てね。